現場ですけれども、はい、ぜひぜひねここで培ったものも大河で生かしてくださいね。いやもうどでかいものなので、いや、はい、頑張ってください。持ってきたいと思います。今日はね楽しんで、はいはい、よろしくお願いいたします。あ、そしてガイさん誕生日なんですね。あ、そうですね、おめでとうございます。今日が9月1日放送ですので、はい、朝2日後ですね、はい、3日が私の誕生日で、はい、おめでとうございます。38になります。38ですか。全然見えないですねマジで。全然見えないが毎回思うんですけど、ね、いい意味であれと思うんですけど、ね、いい意味です。本当ですか。 100% の 100% 言えば言うほど感もあるんですけどね。いやいや、でも祝ってもらえて嬉しいです。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。さあ、そして、はい、まあ、誕生日会ということもあるんでしょうか、はい、僕がずっとこの方出ていただけない、いやでもちょっと出ていただくのもちょっと恐れ多いなって言ってた方がついに来てくださいました、はい、声優の大先輩山地和弘さんです。ただいま。ただいま。ちょっとこのただいまはちょっとね聞いていいのかなっていう。あれ、え、ただらん。すごいすごいすごい。ちょっとハッピーバースデー。いい声です。なんだろう、吹き替えの世界に入った。いいんだよ。いや、ありがとうございます。すごいすごいすごい。すいません、お花ありがとうございます。ありがとう。山地さんからいただけるなんて。いやいやいや、 38 です。わからなかったね、知らない間に。いやもうちょっとなんかね、いやいろいろお伺いしたいこととかいっぱいあるんですけども、お手柔らかにね。いや、 いや僕個人としてはもう本当に来てくださったことだけで嬉しい大先輩。あのね、共演作はたくさんあるんですけれども、うん、なかなかねこうアフレコでご一緒させていただくタイミングがなかったりして、朗読劇で、ね、うん、あの一緒になっても生の芝居に震え上がり、まあ、最近で言うとね、あの、はい、剣聖っていう作品でも二人芝居だったんですけど、はいはいはい、宮本武蔵の晩年をね演じられたっていうのが、恥ずかしい。めちゃくちゃかっこよかったの。なんかね、もう誕生日ということで、はい、あのずっとこうお願いしてた、ね、うん、あの山地さんゲストっていうのが夢叶いました。ありがとうございます。はい、もうちょっと贅沢ですけれども、はい、あの一緒にラジオドラマとか、はい、トークとかお付き合いいただければなと思います、はい、よろしくお願いいたします。この後ねじっくりお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日もみんなでラジオドラマやっていきますが、まずは僕と山地さんの2人芝居を1本、そして全員参加のドラマを2本の計3本でございます。よろしくお願いします。X でね、旧ツイッターですね、はい、X ってまだまだ言い慣れない感じ、ね、ないですね。そうそう。ありますが、ぜひ皆さんポストしてくださいね。そうだ、ポストっていうのそうなんですよ。いろいろ変わってるんですよ ね慣れていかなきゃいけない、皆さんご自身のアカウントにハッシュタグカジユキのラジオ劇場をつけてつぶやいてください。カジユキと劇場は漢字、ラジオはカタカナ、のはひらがなです。番組の公式 X アカウントもあります、裏話もつぶやいたりしておりますので、フォローお願いいたします。アットマーク NHKアンダーバーカジ劇です。お願いします。カジウキのラジオ劇場、この後8時55分までお付き合いください。カジウキのラジオ劇場、カジウキの会いたい。はあ、ドラゴンボールなんですね。なるほど。私が会いたい方をお呼びしちゃうこのコーナー、改めてご紹介しましょう。山地和弘さんです。どうもヒットです。いやー、もうありがとうございます。もうね、みんな大好きなあんな役こんな役たくさんやられてる方ですよ皆さん。アニメも吹き替えもね、ご紹介していきたいと思います。皆さんご存知かと思いますが、まず山地さん、1979年に劇団青年座に入団されまして、古いな79年。そして舞台、ミュージカル、映画、テレビドラマなど俳優として幅広く活躍されてきました。もともとはだから映像とか舞台とかそういったフィールドを中心に、あ、やることが分からなかったからね、どうやって生きていこうかって言ったらそうだったんですか。いや、まあ、その中で、まあ、2011年には第36回菊田一夫演劇賞を受賞されまして、うん、さらには2017年に第59回毎日芸術賞を受賞というところで、恥ずかしい。いやー、こちらね、あの僕もいろんな機会にお世話になってる藤沢文夫さんの脚本で、はいはい、受賞ということで、はい、まあ、そのね、文夫さん作品で共演させていただいたり。そうだよ ね、いや、もう脚本の素晴らしさと、まあ、あの朗読劇でありながら、はい、
ね、あの衣装とか美術とか含めて、うん、音楽も含めてすごい本当に一着一着こう丁寧に作ってくれて、はいはいはいね、素晴らしい衣装を用意していただいて、ね、うん、そういう作品でご一緒できたことが本当に嬉しかったんですけども、はい、声優としての山地さんの活動はなんと35歳頃からと、うん、遅かったね。いやー、うん、驚きですけどね。なんか それまで全然そんなことなくて、はい、全く機会なかったんだけど、うん、たまたまその某テレビ局の NHK だけどね、はいはいはい、大丈夫です言っちゃって NHK ですからね。そうね、いいんだよね、いいんだよね、はい、プロデューサーさんがあの、ね、はい、見に来てくれて、あいつにやらせろみたいな話になって、いやでもこのお声してたら、いや、またやってほしくなっちゃいますよ ね、 ってなってますよね、うん、声にコンプレックスがすごかったんだね。いやいやいや本当にそうね、おっしゃいますけど、なんかまあだからびっくり、それを聞いてびっくりですもんね。わかんないもんですよ。だから憧れるじゃない、この声。いや、そうです、はい、だってほら、カジ君みたいにスコーンとした声じゃないじゃん。いやいや、ガシャ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 してるからな。ガシャガシャ、この声をガシャガシャ、まあ、自分しか言えないでしょ。そうですね、それはね、いやいや、コンプレックスすごかったよ。いやでもね、うん、声でやるね、うん、あの吹き替えからスタートされて、うん、まあ、もちろん今ではあの吹き替えだけじゃなくてアニメでもたくさんの役を演じられておりますが、はい、うん、アニメスパイファミリーのヘンリー・ヘンダーソン、そして、うん、進撃の巨人のケニー・アッカーマンなどなど、うん、そして吹き替えでも映画ゴッドファーザーシリーズのアルパチーノ、トランスポーターシリーズのすごいすごい、わすごいな、この曲で山地さんの声聞けるってね、そしてトランスポーターシリーズのジェイソン・ステイサム、 X-Men シリーズのヒュージャックマンなど吹き替えも多数、きっとね、リュウト君もね、アニメとか吹き替えで、いや、もう聞いてますよ、もう、ね、もう自然と聞いてますからね、ね、山地さんの声は自然ともう耳に入ってますから、リュウト君すごいいい声だね、山地さんから。本当ですか、なんでそんなにいい声、大人っぽい声なんだね。いや、ありがとうございます。まだ 21? 20です、まだ20、もうちょっとで21になります。20歳です。いや、20歳の声じゃないね。いや、それ多いです。落ち着きっぷりがすごいですよね。いや羨ましいよ、その声。感激しております今も、まあ、そしてもちろん声のお仕事だけではなく、NHK では連続テレビ小説身を尽くし、そしてちむどんどん、さらにはですね、大河ドラマ軍師官兵衛、伊達天、麒麟が来るなど多数ご出演、そして現在は石原さとみさんが MC を務められております明日が変わる取説ショーのナレーションもご担当と、もう役者にできるあらゆることをもうほぼ全ての、前違うことやっていろんなことやってるから、はい、どこ行ってもね、新人よ。いやいや、そんなことないです絶対。山地さんにそれ言われちゃうともうダメだね。勉強していかないとね、僕たちね。いや、そうですね、無限大ですよ、もう。本当にこっからもう先が遠いですよ、もう。いや、だってもう龍斗くんね、20歳でしょ、はい、もう始まったばっかりですみたいな、人生のこのさっきのプロフィールから言うとですね、はい、まだ山地さんは声優デビューされてませんから、はい、されてないです、あと15年してないです。本当そうだね、果てし果てしね、もう20歳なんて、なんか俺は何しようかっつって酔っ払って道路な叩いてたからね。アスファルト俺だって生きてんだとか言ったらしいんだよ、俺も覚えてないんだけど、エモーショナルな。いや、そういうね、時代があっての今この味わいですよ。ですね。いや、この曲流れてるとかすごいですね。マフィア感がすごいけど、そんなっていうのもですよね。そんな山地さんが本日のゲストでございます。はい、改めてお願いします。山地さんにですね、質問メッセージ届いておりますのでご紹介したいと思います。いずみんさんです。ありがとうございます。山地さん、こんばんは。こんばんは。神谷浩史さん、そして、関智一さん、井上和彦さんなど、そうそうたる声優さんたちが、尊敬する人物として山地さんを挙げられています、後輩と付き合う上で気にかけていることなどありますか。ないよそんなもん、いや、その人のいいところがあるわけだから別にね、なんか言われるんだよ、何かあったら言ってくださいとか言われたことあったんだけど、言えるわけないじゃん、何を、全く同等っていうか、はい、うん、そう思ってる。でこんなちっちゃい子でもそうだね。あ、子役の子と一緒にやったりしても同じような状態だよ。この素敵な部分があるなっていう、あるからなんとかやって、ごめんごめん、普通に接してる。いや、なんかこのなんだろう、誰に聞いても山地さん大好きで、はい、やっぱね、尊敬してる声優あげるとなると、はい、みんな出てくる、やっぱそういう謙虚じゃないですけど、そういう姿がきっと後輩には響いてるんでしょうね。なんでね、僕も
も多分現場今度一緒になったら今の話がある上で、はい、なんかないですかって聞いちゃうと思いますまだ言うかっていう怒られちゃうあえて聞きたくなりますまあでももう何でもいいから早くアフレコで一緒になりたいなって思いますね。いいね。いやありがとうございます。はい、さあ話はつきませんがこのコーナー行きましょう。リスナーと作るラジオドラマ。なんだろう、この番組始まって以来一番悪いコーナー。怪しい空気がしました。すごい重みでございますが、今回もですね脚本はリスナーの皆さんから募集しております。まずは僕と山地さんの二人芝居をお届けというところで、いやこれ危険のはやばいですよ、ね、いやもうこれちょっと音源今回も永久保存版でございます。私個人的にですね、そしてリュウト君は、はい、後ほど参加というところで、まず1本目は、はい、聞いております。ぜひお願いいたします。はい、まあ、2人でのラジオドラマは初めてですかってこう、ね、台本にあるんですけども、うんうん、まあ、もちろん初めてですし、うんうん、これラジオドラマどうですか頻度としては。何回かラジオドラマっていうのはやったことあるんですけども、はいはいはい、こういう形でこう喋りながら始まってるのは初めてね。ないですよね、うんうん、まあ、普段ね生放送でお送りしてるんで、うん、本当にリアルタイムで、はいはいはい、このトークしつつドラマしつつっていう、うん、なかなかない感じなんですけども、うん、ぜひぜひね、せっかくなので楽しんでお芝居していただけたら、はい、貴重な体験です。いやすごい、常に新人とおっしゃってましたからね。新鮮で何を見てほしいよ。言えば言うほど僕は緊張するんですけど、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、1本目はですね岩手県のラジオネーム秋はすぐそこさんの脚本です。これリスナーさんが書いてくださってる、すごいんですよ、うん、皆さんねクオリティの高いものを毎週ありがとうございます。タイトルはある少年の悩み事でございます。配役は私カジが中学2年生の勇気、うん、そして山地さんが謎の老人、正体はラストで明かされるそうです。プラス私演じる勇気の父の二役でございます、うん、はい、設定がありまして山奥の橋の上だそうです、うん、その辺を意識しながら聞いてください、うん、というわけで参りましょう。ラジオ劇場スタート。なあ少年、携帯電話落とさなかったかね。あ、本当だ、僕のスマホ。ごめんなさい、どこで落としたんだろう。はあ、ここで何してるんだね。じっと下見つめて。別に何でもないよ。太郎も心配しておるわい。太郎って誰。お前が太郎か。かわいいな。小さい頃飼ってた頃、元気かな。今は一緒じゃないのかね。今住んでるマンション、犬飼っちゃダメだから。僕小さい頃、この辺に住んでたんだ。でも、母さんが病気で亡くなって、父さんと二人で東京のマンションに引っ越したんだ。ならもう帰りなさい。遅くなると父さんが心配するよ。心配なんかしないよ。父さんは僕がいなくても平気さ。なぜそう思う？毎日毎日遅くまで仕事。僕がいなくても気づかないよ。そうじゃ、あ、いいものを見せてあげよう。じゃん。鏡？綺麗な鏡じゃろ。覗いてごらん。おじいちゃん、鏡見たって何にも面白くないよ。いいからいいから、ほらほら。わかったよ。ゆうこ、よくやったな。ありがとう、俺たちの宝物だ。先生ありがとうございます。ありがとうございます。何が見えた？多分僕が生まれた時だと思う。今の自分にとって一番大切なものが見える鏡じゃよ。父さん、あんなに喜んで。帰ったら父さんと話しなさい。寂しい気持ちも全部
分かったかな。分かった。っておじいちゃんって何者？魔法使い？勇気！父さん、なんでここに？学校の先生から電話もらったんだ。今日学校に来てないって。携帯も繋がらないし、ずっと探してた。探してたって、父さん仕事？仕事よりお前の方が大事だ。ごめんなさい。さ、帰ろう。今日は何の日か覚えてるか？え？お前の誕生日だろう。そうだ、すっかり忘れてた。寂しい思いさせてごめんな。母さんが亡くなってから一人にすることが多くて。うんうん、でも本当はずっと寂しかったけど、このおじいちゃんが助けてくれたんだ。おじいちゃんって？ん？あれ？どこ行ったんだろう？帰っちゃったのかな、太郎とは。おじいちゃん！おじいちゃん！いやー、まったく山の神様と言っても忙しいもんだ。あの二人はもう大丈夫。きっと幸せになるじゃろう。ありがとうございます。いやー、贅沢な時間です。息が止まります。いやー、これだってもう、ね、こう謎の、まあ、老人とお父さんっていう二役を演じていただきましたけど、この差別化って結構難しいし、びっくりした。微妙でしたね。いやいやいや、とんでもない、はっきりくっきり。しかもね、そのお父さんの中でも、はい、ちょっとこう階層というか、う、ね、あの、ま、生まれた時の時系列は違いますもんね。そうそう、戻るっていう。確かに確かにそんなことしてたような気がする。いやー、いや、鳥肌ものだ。この、しかもね、いや、神様というか、はい、老人のちょっと得体の知れないね。そうですね、怪しい雰囲気ってか、はい、うん、何かあるんだろうなっていう。そう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 、多いんだ俺得体の知れない。なんだろうね。そうかもしれないですね。どうしようそっち行っちゃうね。ミステリアスな感じがね。どうでした、龍斗くん？いやー、ね、すごかった。お父さんが喋り始めた時はもう本当震えましたね。これいい話。これでリスナーさんが毎回考えてきて、ね、すごいですよね。このね、尺の中に収めてちゃんとね、はい、あの起承転結、はい、そして伏線があったりしてね、嬉しいです。はい、ぜひぜひね、皆さん X の方に、ハッシュタグカジュキのラジオ劇場で感想をつぶやいてください。お願いいたします。というわけで、リスナーと作るラジオドラマでございました。この後もラジオドラマやっていきますよ。カジユウキのラジオ劇場。さて、リュウト君のコーナーです。タイトルコールいきましょう。せーの、教えて先輩。はい、はい、リュウト君から大大大先輩の山地さんに質問があるそうでございます。はい、っていいですか、一つ行きたいよね。はい、もう大河の大先輩でもあります。突っ込むなよあんまり。何が出てくるのかな。いやー、質問しにくくなって困ってる。いや、でも、はい、さっきいろいろ本当幅広く活動されてて、アニメとその吹き替えの何か差別化とかってしたりしてるんですか？それはね、やっぱりアニメっていうのは、うん、頭からイメージから自分で作り出すわけだから、はい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 、で吹き替えっていうのは、うん、あんまりこっちが余計なことしちゃうと、はい、邪魔になるんだよね。なるほど。もともとね、演じられてる俳優さんがね、はいはい、いるから。なんかそう言われたことあった、最初にその吹き替えやった時に、やっぱり役そんなに作らないでくれるって言われたことがあって、そのままのイメージでやってほしい、うん、ちょっとトゥーマッチになっちゃうんだね、やっぱりね。そういうのは思いますね。やっぱりこれ言語の違いとかで結構真逆がとか、あるあるある、そういうのやっぱりあるんですね。英語ってやっぱ口が早いじゃないですか。そうですね。だから日本語がもしやこう翻訳さんが足らなかったりする場合もたまにあるのよ。そういう時は余計なことを入れてくちゃくちゃ喋るようにはしてたり、アドリブ入れたりするんですね。
る時ある、それで許してくれる、ね、はいはい、ディレクターと、そうじゃないディレクターいるんだけども、はいはい、でもね、その、うん、山地さんもこう、はい、専属でね、声を担当されてる俳優さんもいるから、そうですね、はい、そういう風になってくると、うん、やっぱり山地さんから出てくるアドリブっていうのもやっぱりこう、うん、受け入れられやすいところもやっぱあったりするんですよね。そうなのかな、うん、でこっちとしては慣れてくるんだよ確かにね、まあ、ここで息継ぐ、あ、この人はこうやって必ずこういう息継いでここで喋るんだよっていう、はいはい、うん、ステイサムとかそういうのよくあるのかな。そうですよね、うん、ジェイソン・ステイサムさんが好きなんですよ。あ、で、あ、そうなん、そう、ジェイソン・ステイサムさん好きなんですけど、字幕版もちゃんと見るようにしてるんですよ、うん、あ、なるほ ど、ね、どっちも、うん、はい、山地さんの声もどっちも聞くようにしてるんですけど、うん、微妙に似てるんだよね。いや、そうなんですよ、違和感全然なくて、ね、だからあのため息とか、こう、はいはい、あの叫びとかそういうのって割と向こうのまま使うんだけど、うん、はいはいはい、なんか自分でも聞いてたら、あれ、お、俺今入れたっけっていう時あるんだよね。どっちも使ってるパターンもあるですね、うん、あるあるある。全然だから僕気づかないので、それにもご自身でもやっぱそう思う、思う思う、やっぱこう声質が近い方が、まあ、よりこう、まあ、気持ちに集中して演じやすい。それはそうだね、ありますよね、うん、ちょっと違うとやっぱいつも気になっちゃって、はい、それどころじゃなくなったりするじゃない、うん、まあ、ちょっとね、ちょっとね、高めとか低めとかっていうのなんとなく、なんだろう、ベースから作った上でお芝居しなきゃいけないところありますからね。ジェイソン・ステイサムもやっぱりあの吹きが安いっていうのは、いや、一番そうだよね、ストレスがないかも。はい、いいこと聞きました。ね、だ、まさか大好きだったとはね。いや、そうなんですよ、ジェイソン・ステイサムさん好きなんで、もうだから日本のジェイソン・ステイサムだよね、まさに、はい、まさに。いや、嬉しい、嬉しいお話聞きました、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。はい、さあ、そしてお便りも来てますので、ね、こちらもご紹介していきましょう、はい、ラジオネームソードフィッシュさん、あ、俺もね、また吹き替え担当されて、はい、ソードフィッシュさん、ずいぶん前だ。そうですね、山地さんは、ハリウッド俳優のヒュージャックマンの吹き替えを長きにわたり担当されていますが、はい、年齢を重ねるたびに意識して、声も少し変えたりしているんですかと。あ、確かに。あ、え、これどうなんだろう。だってね、ね、その、そうですね、自分たちももちろんそうだし、はい、演じる俳優さんも演じたことのある役者さんでも一緒にね、当然年を取って、うん、ね、長くなってくると ね、確かにそういうのが出てくるよね、はい、うん、どうなんですかこれ。だから、あの、人によるんだけど、ヒュージャックマンは多分あの人はね、はい、役がこういろいろ変わってきてるっていうかな、割と、はいはいはい、だから声質が落ち着いた声質の役が増えてきた、やっぱり。確かに。だからそういう意味で変わってきてるかもわからない。なるほど。だから年齢で変わってって、例えばね、アルパチーノなんか全然、はいはい、そうですね、声変わっちゃって、はいはい、うん、まあ、昔からあんまりそういう綺麗な声ではないタイプではあるんだけど、うん、こうじいさんの声やる時ぐらいの声だったりするから、あ、なんか不思議なもんだよね。なんか一緒に年取ってきたんだな。なんか昔、はい、スカーフェイスをやったのが最初だったんだけど、はい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 、あの頃はまだ若かったから、うん、ギンギラギンになってたからね。で、今は本当に、あ、じゃあ、うん、やっぱりまあ、ね、その僕ティーンの役を、ね、吹き替えることが多かったりするんですけど、うん、はい、ちょっと見ない間に数年経つとめちゃくちゃがたい良くなってて、逆に僕外されちゃうこととかもあるぐらいですけど、まあね、そういうのも含めて、まあ、声質の変化もそうですけど、同じ俳優さんをまあこうずっと演じられていても、うんうん、役者さんの声っていうのにと自分でも寄せていかれる感じです。それはそうだよね、うん、逆にあの同じ役者でも悪い役やってる時は俺に来て、いい役やってる時は森田純平に行くって時あったけどね。なんだそれ。そういうことやっぱある。今回待ってたのに、いい役だからって俺じゃないのかやっていう時は悪者ばっかり来るなみたいな、あったりするんだよね。ウィレム・デフォーとかね、まあ、確かにね。向こうの演じられあの俳優さんがやる役によっても、うんうん、あのね、日本語吹き替え版ね、ちょっと変わったりもしますからね。面白いな。いやー、これソードフィッシュさん、すごいナイスな質問、ありがとうございます。聞きたい答えがね、いろいろ聞けて嬉しいですね。嬉しいです、ありがとうございます。さあさあ、というわけで、いろいろ聞きたいことはありますが、はい、このコーナー行っていきましょう、はい、せーの、リスナーと作るラジオドラマ、佐久間も入れてください。はい、悪いやっぱドラマが来るんでしょうかね、この後は。はい、行きましたね。ここからですね、リュウト君にも加わってもらって、全員でラジオドラマしていきたいと思います。はい、さあ、2本目のドラマいきたいと思いますよ。はい、ラジオネーム、東京都の方ですね、いちご一円さんの脚本です。うん、結構ここでダジャレ入れてくる人がね、最近多いですね。ありがとうございます。タイトルはですね、ヒーローは見た目で判断しちゃダメ、はい、という、ちょっと長めの文章みたいなタイトル
トルですね、うん、配役は私カジが悪者の怪人、そして町の少年ユウキの二役でございます。いそして山地さんがヒーロー。ヒーロー、あれこれヒーローはどうですか。ないね悪役の方がやっぱり多いすっかりそっちばっかりだね。今回ヒーローですからお願いいたします。そしてリュウト君は町の少年リュウト、はい、ということで、まあ、きっとユウキとリュウトはなんかね友達なんでしょうかね。友達ですね、ということでやっていきましょう、はい、ラジオ劇場スタート。ねえねえリュウト君、あの噂聞いた？聞いた聞いた子供を連れ去る怪人の話だよね、うん、でも大丈夫だよ、この町にはヒーローがいるじゃん。そうだね、でも僕そのヒーローって見たことないんだよな。きっと強くてかっこいいよガー誰かが私の噂をしているな出た怪人だ、誰か助けて誰も助けになど来ない。お願い連れ去らないで。ちょっと待って、もしかして君たち私のことを怪人だと思ってる？違うの？違うよ、私ヒーローだから。だって声がヒーローっぽくない。仕方ないだろうな。笑い方だってほらうわっはっはっはってそういう笑い方なんです、ほっといて。じゃあその怪人っぽい見た目は、だってこのコスチュームが一番強く見えるって聞いたから。ダメだよ君たち、ヒーローを見た目で判断したら。ねえリュウト君どう思う？いやちょっと怪しいよね、うん、ヒーローは声も見た目もかっこいいはずだけど誰かが私の噂をしているな。この声はヒーローっぽい。この世に人間がいる限り一人に残らず滅ぼしてみせる。私は怪人ファイヤーブリザード声も見た目もヒーローっぽいけど言ってることは悪者だ。この地球は私たちのものだ、悪者なんかに渡すものか。こっちは言ってることはかっこいいのに、見た目と声のせいで悪者に見えちゃう。このヒーローを倒したらそこのガキでも連れ去ってやる。悪者なのにシャキーンって聞こえる。全然戦いに集中できない。これがとどめだ、くらい漆黒のデスボール。うわあ、やった、必殺技も悪いものっぽかったけど、とりあえずヒーローの勝ちだ。ガッお前たち怪我はないか。うん大丈夫。ありがとう、ヒーロー強いんだね。ああこの私がいる限り地球の平和は私が守る。ガッユキ君、ヒーローは見た目で判断しちゃダメだね。そうだね、でも笑い方は直した方がいいと思うけど。ガッ、こんな感じ。ありがとうございます。危ないよ。危ないよ。途中でなかったな。どっちがどっちか分かんない。途中で違う。悪者って書いてあるから、はい、つい読みそうだった。いやもうこのトークの伏線をバッチリ回収してくれる感じが。はい、確かにね、うん、これやってて混乱しますよね。危ないよ。わけわかんない。聞いててどっちがどっちか分かんない。いや俺なんか歴史が出ちゃうからさ。どうしても悪者って書いてあるとどうしても言っちゃうんだよ。そう今回山地さんがヒーロー。ね、僕が悪者の経験ないからね、なかなか。だけどそうだけどあの演じるその声とか雰囲気はその逆だから、はいね、悪者で合ってるから混乱しちゃうっていうね。大混乱、バラバラになるよ体が。これわけわかんなくなりますね。ナイスだねこれ一期一会さん。いやこれだって確かにどうしてもその雰囲気でね、はい、判断しちゃいがちですから、はいそうです。山地さんのあの感じを聞くと、うん、この人悪者だなってなんか思っちゃうんですよね、はい、だいたい見た目でもそういう多いから。
皆さんね、ぜひその辺の混乱がないかどうか、この、ね、脚本についてぜひぜひあの X でつぶやいていただけたら嬉しいなと思います、はいはい、ハッシュタグカジユキのラジオ劇場でございます。番組のね、公式 X もありますので、ぜひそちらもフォローしてください、はい、アットマーク NHK アンダーバーカジ劇です、はい、以上2本目のリスナーと作るラジオドラマでした。ここで一曲お送りしたいと思います。リスナーさんのリクエストです。山地さん、メール読んでいただけますでしょうか。はいはいはい、はい、ラジオネーム音速のさんということは私が演じたあの役でしょうか ね、 ね、はい、山地さん演じるキャラクターはどれも魅力的ですが、うん、一番最初に好きになったのはワンパンマンのバングです。バング今日はぜひ伝説のエンディングテーマをリクエストさせてください、うん、バングを演じる上で苦労した点はありますか。はい、はい、苦労した点ね。というかほら、あの声そのまんまだったそのまんまだった。なんか私何もしなかったかもしれないね年齢まで楽しませていただいた感じの仕事だったね。ね、これも世界観が、まあ、独特というか、そうだよね、特殊ですけど、まあ、あの埼玉君もね、おかしかったですね。こんなヒーローがいるのかみたいな、ね、そう、あれもまたヒーローっぽくないヒーローですからね。ちょっと覆された感じだね。そうそうそう、いやじゃあ楽しく演じられた役ということで、うん、まあ、今回はその中でのエンディングテーマということで、はい、では山地さん曲振りの方お願いいたします。森口博子さん、悲しみたちを抱きしめて流水岩再建。うわー嬉しい。リスナーと作るラジオドラマ、最後のドラマいきましょう。こちらみんなで演じていきますよ。お願いいたします。はい、お願いします。3本目は、静岡県ラジオネームのけんちゃんさんの脚本です。タイトルは、はい、行けたら行くね。あ、気になるタイトルですね。配役は私カジが富士山の登山客ゆうき、そして山地さんがゆうきの祖父、はい、そして龍斗くんが、はい、富士山の登山客というところで、これはじゃあ勇気のね、こう何かドラマが描かれているということでしょうか ね、 おじいちゃんとの気になります、はい、さあ参りましょう。ラジオ劇場スタート。おっと危ない。ああ大丈夫ですか。ああすいません、ありがとうございます。もしかして富士山は初めて。はい、そうなんです。実は山登り自体が初めてで、ね、いや初めての山登りが富士山か。チャレンジャーですね。いや僕も約束がなかったら登ることはなかったんですけどね。約束。あ、すいません、大した話じゃないんですけど。よかったら休憩ついでに話してくれませんか。わかりました。僕じいちゃんと3年前一緒に富士山に登る約束をしてたんです。おい勇気、またゲームばっかりして。そうだ、今度の日曜日富士山に登るんだがな、お前も来んか。富士山、行けたら行く。またか、お前はいいつも行けたら行くだな。だってその日の気分にならないと分かんないんだもん。だから行けたら行く。まあ行きたくなったら一緒に行こうな。うん。それでおじいさんと富士山には何度か誘われたんですが一度も。それがすっごく心残りで。心残り。その後じいちゃんが病気で入院して山に登れなくなったんです。じいちゃん体調どう。ああ勇気か。あ、大丈夫。うん、大丈夫だ。お前とは結局一度も富士山に登らなかったな。最後にお前と行きたかったよ。最後ってバカなこと言わないでよ。病気が治ったら一緒に富士山に行こうね。絶対行こうよ。初めてだな、いつも行けたら行くって言ってたお前が絶対行こうだなんて。今度は絶対。じいちゃん約束だよ。よし、約束だ。
あれから3年経って、今日富士山に登ろうって決めたんです。そんなことが。あ、もうすぐ山頂です。あの、きっとおじいさんも喜んでると思いますよ。どうでしょうか。後で本人に聞いてみますね。え、本人？おい、遅いぞ、勇気。置いとくぞ。もうじいちゃん、登るの早いって。え、もしかしてさっき話してたおじいさん？はい、今すっかり元気で。だから今日富士山に登ろうって二人で決めたんです。なんだ、よかったですね、元気になって。よーし、日本一の山は登ったしな。ユキ、次は世界の山に行くぞ。ガッほら、ちょっと元気すぎますけどね。いいことじゃないですか。ユキさん、世界の山ですって。どうします？そうですね、じゃあ行けたら行こっかな。はい、というわけで3本目行けたら行くねでございました。そういうことだったんですね。これ伏線というか ねミスリードがすごいから、演じる上で意識してなきゃいけない点が結構たくさんあって、あ、なんかね、もうおじいちゃん亡くなってるようにも聞こえるし、はい、でも最後のオチ考えると、はい、まあ、悲しくないじゃないですか。そうですね、今日一緒に山登ってるから、はいはいはい、っていうのがあったんで、ちょっとそういうの辺の難しさありましたけど、はい、うまいな、ね、これ山地さんいかがですか、これリスナーさんからね、いただいて、これ最後のガッハッハはどうなってるそれですか。そう思いました。まあ、悪者笑いみたいなのが入ってきちゃったっていうね。どうしてもイメージがちゃいましたもんね。いや、でもいい話で、いい話、うまい話だったな。ねえ、よく書いてくださいました、ありがとうございます。というわけで以上、リスナーと作るラジオドラマでございました。さあ、ここからですね、リスナーさんのーメール質問に答えていきたいと思います。山地さんの方からね、メールご紹介していただけますでしょうか。はい、はい、ラジオネーム、はい、ビビさん、ありがとうございます。ワンピースの原作者尾田栄一郎さんがインタビューで、うん、はい、山地さんは男のセクシーさが全開に出ている役者さんと評されていました。ぜひ梶さんと佐久間くんに、はい、セクシーであるための秘訣を伝授願います。いやー、これは聞きたい。なんてことを言ってるんだ俺。なんてことを言ってる。いや、まあ、世のほとんどの人が思ってますけど、はい、小田先生もね、うん、はい、小田先生に言われるとは笑ったね。役者さん、向こうの役者さんがほら妙な目をするときあるじゃん、はいはい、あの時ってやっぱり同じような顔になっていくときない。まあ、はい、あ、まあ、なるほど、ね、やってて演じててどうしてもそのまあ、アニメであっても、はい、キャラクターとね同じ表情になっちゃいますよね。それだけぐらいかな。これでもね、舞台もそうだし、映像もそうですけど、そういう場面でね、ちょっとまあセクシーというか色っぽい役、うん、あるかも、うん、ここはそういう要素欲しいなと思う時は、はいはい、多分その今まで、うん、そのアフレコで、はいはいはい、ね、洋画で吹き替えしてきたあの人のあれだよなと思う時はあるよ。あ、本当ですか。面白い。でここは絶対こうちゃんと音を立てた息継ぎが欲しいとか思う時は。あ、じゃあフィールドは違うけど、全然違うけど、そのままもちろんね、そのお芝居するわけじゃないけど、うん、この場面で、まあ、この作品のこの役者さんがやってたああいう表情だったり、そうそうそう、引き出しみたいなものをうまくあの映像でアウトプットしようみたいな、あるね、あるんですね。あるある、ジャンルを超えてそういうこともできるんですね。あるある。いやー、だからあの、うん、もちろんハリウッドの有名な、ね、はい、役者さんたち、はい、まあ、もちろんなんだけど、はい、例えばこう BBC 系のイギリスの向こうでは有名な方でもあんまり知らない役者さんっていう、はい、その人が出てきたりするとなんかものすごく、ま、負けず嫌いなところが出てきちゃって、絶対これ超えてやるとか思う時があったね。最近はそんないい年でなんか思わなくなったけど、いやいやいや、面白い。これはなかなか、ね、それこそ本当いろんな場所でね、はい、お芝居されてる方じゃないと、でこうキャリアがね、
ないとわからないことで、はい、でも誰も分かってくんないよあの人のあれ使ってる誰も分かっちゃくんないけどでも自分の中では自分ではそう、ね、うん、うわー面白い、すごいな、いすごいいい質問をね、いや今日はいっぱい嬉しい、僕の聞きたいこともいっぱい答えていただいて ありがとうございます。じゃあリュウト君お願いします。読みます、はい、ラジオネーム広角機動隊、はい、さんからです。名作なんですよ、はい、うん、山地さんは声優の神湯家政さんから、うん、アテレコというのは錯覚というものと言われて以降、うん、錯覚という言葉を意識しているとインタビューで拝見しました、うん、具体的にはどのように意識していますか。いや、うん、要するにだからね、あのこの外人さん日本語うまいわねっておばあちゃんが思う感じ、あ、それがやっぱあのアテレコとかそういうね、のそれの極意だと神湯家政さんって方がいてね、もう本当に教えてもらって、すごいなるほどなと思ったことがあって、確かにそうなんだ、極意ですね、ちゃんと音としては合っててもパクパクっと口が残ったりする時ってあるのよ、あの仕事してると、でそれにやっぱりちゃんと反応していかないとダメなんだなっていうね、それはすごく思った。すごい、大先輩からのね、お言葉っていう、まあね、山地さんにもだから、まあね、はい、あのいろんなお芝居のジャンルを経験されてきた中でも、その冒頭でねご紹介しましたけど、35歳頃に声優デビューっていうところで、やっぱ最初はその声優の、まあ、技術独特な、ね、うん、お芝居の世界観じゃないですか、その辺は、まあ、今の、ね、アドバイスとかも含めて、なんかこう先輩からまあ教えてもらったこととか、はい、見てて勉強になったことっていうのはたくさんありましたか。そりゃもう毎日勉強でしたよ、だって全く分からない世界だったから、そうね、口パクに合わせるとかっていうのは他ではないわけですよね。そうだよね、だんだんやっぱりその画面を見て喋る、自分が当てようとしている人を見ながら喋ってると、はい、だんだん錯覚って起こすもん、自分で錯覚ってまず起こしてくんだよね。だいつもあのアランドロンばっかり、はい、あの当ててらした野沢さんとかは、はい、うん、そういう喋り方になってたもん、あ、うん、あ、僕はねってやっぱり言うんだよね、おいおいおい、この人は今アランドロンになってるから引っ張られるというか、ああいうのってなんとなく分かるようになってきた。山根さんもじゃあやってて、その帰り道とかってやっぱその役者さんのあるよね。あのでもそうじゃなくても、ほら映画見ただけでね、あのそうですね、高倉健さんの映画見るとみんなこう肩がいかない外、うん、帰りはこうなって歩いてくるか、ね、あったけど、世界観にねこうちょっと飲まれるというか、あれと同じようなことあるよ、ね、ステージさんの日はなんかこう自分がこうちょっと、ね、強くなったような、ちょっとムキッとした感じがするもんね、いやこれベテランさんでもそうなんだなっていう、絶対そうだ、面白いな、うん、というわけでね、皆さん改めてたくさんのメールありがとうございました。さあというわけであっという間にエンディングでございます。皆さんいかがでしたでしょうか、今回山地さん初めてお越しいただきまして、好き勝手なこと言ってたね、いやもう最高でした、こういう風な、ね、気持ちとかプランで演じられていたんだなっていうのも、はい、僕も勉強になりましたし、何せ一緒にお芝居できたのが嬉しかったと思いますけどもいかがでした、こう1時間、ね、こうラジオとドラマ、いや楽しかった、楽しかったし、はい、やっぱね、俺も先が短くなってたからね、何あの言いたいこと全部言ってからはまだまだいや、こっちとしてはまだまだ聞きたいことあるんで、ぜひね、また機会あったら、はい、あのお越しいただけたら、もう突っ込まれるとドキドキしちゃうからいやもう興味津々な後輩はガツガツいきますんでね今後ともぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました、はい、そして龍斗くん、はい、久しぶりでしたけれども、いやでもやっぱり毎度のごとく、うん、なんで僕はここにいるんだろうっていう感じがなんかね、すごい回に来るのが多いかもしれないですね、はい、いやそうですね、なんで僕、うん、山路さんの目の前にいるんだろうな、ね、ジェイソン・ステイサム大好きでね、はい、そうそうですね、これも、ね、巡り合わせだと思って、ね、しい大人の声の龍斗くん、いやこの声に言われちゃうとね、すごいいい声だ、いい声ですよね、ありがとうございます、ぜひぜひね、はい、まあ、俳優業もそうですし、はい、いつかね声優なんかもね挑戦してやってみたいですね、山地さんのこのコメントはものすごい後押しになる、はい、脳裏に焼き付きましたぜひまた遊びに来てください、お願いいたします。そして、ここで嬉しいお知らせでございます。公開収録がこの番組あるんです、カジユキのラジオ劇場ですけども、10月5日にですね、学生集まれカジユキ
期の出前ラジオ劇場と題しまして、 NHK のスタジオを飛び出して東京練馬区の武蔵大学にて公開収録を行います。収録した模様は10月13日に放送します。観覧をご希望の方は NHK イベントインフォメーションのサイトからお申し込みください。ラジオ劇場の公式 X でもお知らせしております。ぜひチェックしてください。ご希望の方は間に合います。直接聞くこと見ることできますし、収録しておりますんでね、後ほど放送でもお聞きいただけるということですね。楽しみにお待ちください。そしてそしてさらに嬉しい、お知らせでございます。次回のラジオ劇場ゲストさん決まっておりますが、なんと今回エンディングに来てくれてます平成ジャンプの八乙女光くんです。こんばんは、平成ジャンプの八乙女光です。あ、お願いします。よろしくお願いします。まさかのエンディングからということで。はい、頭から聞いてたんですけれども。あ、本当に？はい、もうすごい緊張してます。いやー嬉しい。はい、いや僕こそだってテレビとかいろんな場所でね、いやお見かけする。ありがとうございます。八乙女くん、はい、いやね、次回はたっぷり一緒にということでございますけど、はい、なんとですね、八乙女くんは、はい、進撃の巨人の大ファンということで、はい、まあ山地さんもねいらっしゃる回、ケニー・アッカーマン、そして、うん、私はエレン・イエガという役、ね、はい、をやらせていただいてますけども、もうケニーとエレンが今目の前にいて、すごいなんて、しかも僕、はい、ここ1週間、はい、運命なのかと思うかと思うんですけど、ジェイソン・ステイサムの映画ずっと見てたんですよ。なんで？すごい。大好き で、 そうなんだ。でもう 2,3 周してる映画なんかもずっと見回してて、うわー、じゃあもう声聞いたら、はい、で昨日スケジュール見た時に、うん、山地さん、山地さんと思ってちょっと待ってくれと思って。いや、それはだってね、今ね、はい、エンディング前まではスタッフさんがいるブースでね、はい、いたんで、まあ声だけ聞いてたと思うんですけど、はい、それってつまりちょっとだけ語弊はありますけど、はい、つまりはジェイソン・ステイサムさんがラジオやってるみたいなもんだから。そうそうそう、日本で語弊ありすぎだよ、はい、ありすぎだよ。ありますか。ちょくちょくジェイソン・ステイサムさんいるなみたいな感じですなんか、いやーって低くなった時に、はい、ね、すごい時に来てくれて、はい、だから佐久間くんなんか全然ごめんなさい、はい、いつでも会えるんで後輩なので。同じで僕の話なんてもう後で、すごいね、やっぱ先輩後輩ここにあるんですよ。呼んでいただければすぐとは変わりません。いやー、というわけでね、はい、まあ、でも次回は八乙女くんゲストの佐久間龍斗くんもそのまま、はい、引き続き、はい、ゲストさんということで、はい、加えて、美少年の藤直樹くんが、はい、来るということで、その4人でお送りするということなのでね、はい、せっかくだけど山地さんとはお別れという、ね、今日だけこんなに平均年齢上がっちゃったの。いや大先輩方たくさん来てくれてますから、はい、じゃあいいか。僕としては毎週嬉しいんですけども、ね、いろんな貴重なお話をたくさん伺えて本当に嬉しかったです。はい、ありがとうございます。てなわけで八乙女くんは次回、はい、よろしくお願いします。というわけでここまでのお相手は梶裕貴と、そしてゲストは山地和弘と、はいはい、実佐久間龍斗でした。そして八乙女光です。そう、はい、ね、ご紹介されてないんですか。台本になんか書いてないんですけど、ありがとうございます。来週お願いいたします。はい、というわけでみんなでご一緒に、おやすみなさい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 。